はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。皆さん、コーヒーの沼へようこそ。コーヒーってね、沼なんですよ。まあご存知の方もね、結構いらっしゃると思いますが、まあカメラとかいろんなね、専門系って沼ってよく言われるじゃないですか、レンズ沼とか。だけどね、コーヒーの沼には部門があるんですよ。ドリッパー沼、サーバー沼、抽出器具沼、豆沼、ミル沼、焙煎沼に、ドリップポット沼に、フィルター沼にね、もう本当数え出したらキリがないほどです。もう本当ね、コーヒーの世界って広いんですけれども、今日はコーヒーカップ沼に皆さんをご招待したいと思います。いや、この間ね、SCAJ に行ってきて、はい、買ってきたんですよね。新しいカップを久しぶりにね、買ってきました。コーヒーカップ。まあずっとね、新しいの欲しいな、欲しいな、買おうかなと思ってたんですけれどもね、なかなかいいのに巡り合えなくて、で、実際にね、SCAJ に展示されていたものを買ってきました。はい、それでは早速、開けていきたいと思います。ただ、今日はですね、SCAJ で買ってきたって言いましたけれども、ほんと展示物をね、包んでもらって買ってきたんで、箱入りじゃないです。ビニール袋です、まあ、ちょっとね、いつもの箱をパコッと開ける演出はできませんが、はい、こちらよいしょっと、はい、一応ね、お店の人が FBC の人だったかな、はい、包んでくれました。こちら、とりあえずソーサーからか。よっ、おー、あ、綺麗な色や。はい、こちら大きめのソーサーですね。こちらと、よっと、おお、ああ、めっちゃかわいい。はい、合体。はい、完成。はい、こちら、僕の買ってきた折り紙のカップでございます。名前が折り紙バレルアロマカップってやつですね。それのマットブルーを買ってきました。こいつとほとんど同じような形で、アロママグってのもあるんですけれども、これちょっとちっちゃいやつで、210だったかな、容量が。マグになると320だった気がする。まあ、ちょっとね、小ぶりで可愛い感じのカップなんですけれども、すごく、ほんとね、やっぱサイズ感が良くて、まあ、折り紙プロダクトの特徴でもあり、魅力でもある、この可愛い感じのね、色のしっかりした、はっきりした、このね、デザインがすごい好きで買ってたんですけれども、まあ、今回のこいつはね、それと一風変わった感じで、こう、丸みがあって、こう、湯飲みにもちょっと近いような、すごい可愛らしいフォルムで、ちょっとね、これ気に入っちゃったんで買ってきました。ほんとマットブルーって名前の通りに、ほんとマットな感じで、柔らかい、淡い色合いで、なんか今までの折り紙カップたちよりね、焼き物感がすごい強くなった感じはしますね。やっぱりカップってコーヒーを飲むときにすごく大事で、それ当たり前なんだけどね、こう口をつけて、まあ、コーヒーを入れてね、こっから飲むわけですから、まあこだわった方はやっぱ楽しいし、あとカップによって全然なんかこうやっぱ味の感じ方も変わるんだよね。こう薄い口のねカップとかだったりすると鋭くスイッと入ってくるし、柔らかい丸みのある飲み口だったりすると、こう深入りとかね、こう油分が強い系、コクが強い系もなんか柔らかく飲めるというか、まあどれがどんなコーヒーにいいとか別に言えないんだけど、うん、まあ気分でね変えたりしてもいいし、でさらにドリッパー、ドリップポット、ミルと並んで、ほんと毎日使うもんだからね、デイリーユースですから、まあそりゃね、いいもん持ってた方がいいでしょう。で、ただここで重要なのは、別にブランドもんとか高ければいいってもんでもないってわけです。別にその高いものが悪いって言ってるわけじゃなくて、じゃなきゃいけないってこともないってことよね。要は自分が気に入ったカップで飲むのが最高ってことだよ。そういった意味じゃね、この折り紙カップは基本的にもうほんと安いし、で、それでいてこんだけね、いろんなカラーバリエーションとかもあったり、形もいろいろあるんで微妙に違うのがたくさんあって、で、さすがに僕もね、すべて持ってるわけじゃないから、確定じゃないけど、基本的にまあ当たりだと思うし、うん、これから本当にたくさん揃えていこうかなと思っていたんですけれども、はい、久しぶりにね、買った折り紙ドリッパーじゃなかった、折り紙カップ。折り紙ドリッパーはこっちですね。これも折り紙プロダクトなんで、はい、同じシリーズでございます。じゃあせっかくだから今日はこれで入れようかな。はい、じゃあコーヒー入れよう。
はい、というわけで入れ終わりました。こちらガテマラの深入りでございます。早速ね、注いでいきたいと思います。まあアロマカップって言うくらいなんで、せっかくですからカップもしっかり温めて、よし。熱々のコーヒーをいかせていただきますよっ。ちょっと入れすぎたかな。はい、こんなもんですかね。出来上がりでございます。はい、それではいただきます。ちょっと入れすぎたかね。アロマカップっていうくらいだから、香りをねこう閉じ込めて生かすためにはもう少しこの辺にした方が良かったかな。で、香りが昇ってくるという感じですかね。うんうん、熱々。うん、うん、あ、飲み口ちょっと待って。うん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 、あ、やっぱり方向としてはまあこうですね。こう口に対して若干こう樽の こういうところが来てるから、コーヒーがこう入ってくる感じではなく、若干ちょっと上目に当てて上唇の方からすするみたいなイメージで飲む感じになるんですけど、うん、ああ飲みやすい、すごく飲みやすい。熱いコーヒーもね、こうすすりながら飲めますね。少しずつ冷ましながら、こう香りを立てながら、うん、ああ、うまい。あ、これ多分ね、中入りとか浅入りでも絶対あの美味しく飲めるカップだと思う。というかまあ基本的にそんなにあのどれに適してないとかね、そういうカップないんだけど、いやでもね、万能だね。あ、深入りがちょっと軽めに飲める感じかもしれないですね。あー、いいわこの手触りで、とってもね、はい、こんな感じで結構細いんで、こう多分女性とかでもつかみやすいと思う。うん、あー、すごい持ちやすい、フィットする。僕がもともと持ってるこの折り紙の普通のカップの方ね、は指1本を入れるタイプなんですけど、こっちはねもう2本くらい、まあ言うたら3本無理か、2本くらい入るんでね、しっかり持てる感じはしますね。うん、いやずっとね欲しかったんですよ、この新しい折り紙のカップ。どれにしようかな、いろいろカラーバリエーションとかもほんとモデルがあるから悩んじゃって買えなかったんですよね。だけどこの間そのね SCAJ に行ってきて、ちょっと高いところにあったんですけど、光がね綺麗に当たってて、うわこれは来たと思ったんですよ。このマット感がなかなかない感じがして、刺さる気がして、いやいいの買いました、マジでよかったこれ。うん、あったかみがある。あー、いいこの手触り、いい。すごい可愛い。可愛くてしょうがない。まあやっぱさ、デイリーユースのものめっちゃいいの手に入ると、こう日々のクオリティが上がるからさ、めっちゃテンション上がるよね。うん、うん、あー、いいね。あとこいつさ、多分この操作がなくてもほらこれだけでね全然成立するんですよ。可愛いでしょ。コーヒーカップってさ、正直あの操作ちょっとめんどくさいなーって思う時ないですか。うちで使う時とか、もう使わなかったりなんだよね。でもこれだったらさ、もうこのマウンカップみたいにそのまま使うでも、操作をこうやってね使うでもどっちも使えるから、でどっちも不格好じゃないから、うん、めっちゃいいじゃん。いろんな場面で使えそうですね。コーヒーだけじゃなくてホットミルクとかね、普通に飲むのもいいね。マグカップとして使えそうです。一応これアロママグじゃないアロマカップなんですけれども、まあマグの方も多分同じような形なんで、まあお好みによってね、サイズ変えたらいいと思います。一応下にリンク貼れるかな。あのね、折り紙系って Amazon で調べるんですけれどもね、ちょっとバラバラだったりカラーバリエーションがねまちまちだったりするんですよね。確かね、このマットブルーが今ねちょっと在庫がなかった気がするんだよね。一応黒とかあとターコイズブルーとか、まあその辺があった気がするから、一応貼れるものは下に貼っときます。でまあ何よりね、このカラーバリエーションが折り紙のいいところなんで、まあこの好みに合わせて自分の好きなカラーを見つけてさ、いろいろ揃えてみるといいと思います。いやこれはね揃えたくなりますよ。はい、というわけで、今日のカズマックスの、コーヒーワールド、コーヒーカップの沼へ皆さんをご招待いたしました。まあカップ沼というか、もうすでにこれ折り紙沼になってるけど、本当いろいろあって楽しいんで、ぜひぜひ。はい、というわけで、じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。
ょっと待って。じゃあねっつっちゃったけど、俺、アロママグ、香りの面あんま言ってなくね。アロマカップか。うん、まあやっぱりあの、こういうね、広がっていく感じのカップよりも、こう、そのまんまこう、ストレートに香りが来る感じがして、うんうん、まあ拡散しないってことやね。あの、口が狭いから、うん、嗅ぎやすい。ただこう、ワイングラスとかブランデーグラスとかグラッパグラスみたいに、こう、めちゃめちゃ囲ってるよって感じではないから、あくまでこの内側を見る限りじゃ、こう、ストレートに来てるって感じかな。だからまあ、ある程度こう、香りが来ますよって感じ。うん。あ、わかった。少なくなってからが本番なんだ。こう、鼻が突っ込める。最後の二口三口くらいこう、そそろうとすると、鼻がね、突っ込まれるんだよね。で、香りがめっちゃ来る。あ、こういうことか、なるほどね。ああ、最後まで、こう、香りがちょっと立ちづらくなった、もう冷めてき始めたね、最後の方でもしっかり、うん、香りを感じられるカップでございました。はい。OK。はい、しっかりレビューしたよ。危なかったね。はい、アロママグ、じゃなくてアロマカップだってことを忘れてました。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。よいしょ。